ということでね、今日はね、作り置きができる、昨日料理。うん。ヤッフー！ね。これ食べるとスーパーリュウジになって。ちょっと、カメラマンさん。笑わんでっといて。カメラマンさん。お願いしますよ。はい。ちょっとスーパーリュウジの、スーパー、キノコ料理。やっていきたいと思います。はい。達也全く笑ってない。はい、ということでね、今回はね、スーパーリュウジのスーパーキノコ料理。ということで。超簡単で尺が持たないと思うから、なんかいろいろ話しながらやるけど、使うキノコはね、エリンギ1パック、マイタケ1パック、ブナシメジが1パック。だから、だいたいこれ全部合わせて、350g ぐらいに、だいたいなるっていう、ものでございます。で、こっちはね、いいとして。まず、エリンギね。エリンギやっていきたいと思います。で、これも半分に切る。はい。トントントンと。エリンギは裂いてもいいし、こういう風にスライスにしてもいい。ただ他のやつがね、スライスに、しないもの、なんかほぐすだけでいいもんなんで、この、エリンギは、スライスしてあげると、またね、ちょっと違う食感になるんだよね。こうやって断面が綺麗だと、なんかちょっとね、お肉とか、なんか貝類みたいな食感が、になるから、すごく美味しい。だから、僕は、エリンギだけはちょっとスライスする。ね。あんまり薄切りにしないで、ちょっとこう、歯ごたえを持たすように。少しだけ厚みを持たせる。いやっふー！次笑わなかったですね。はい。その調子ですよ。はい。はい、こんな感じで。ね。これね。こういう耐熱容器に入れていきます。締めちゃう、ここ。で、もうここに、もうバラバラっと。バラバラっと。舞茸ってね、俺、詳しいことはあれなんだけど、痩せる効果があるって一時期話題になったよね。キノコってね、基本的にね、すんごい痩せやすい。なんか、糖質も脂質もないもんだから、結構ダイエット食材として、扱われてるんで、これ舞茸。舞茸のさ、ここ切ってる人いるでしょ？ここ食えるからね。ね。なんか、しめじと同じでここ切っちゃう人いるんだけど、ここ食えんの。だから全部、こうやってほぐしちゃえばいい。これ、全部一泊ずつでいいからね。今回作るのがね、キノコね、ナムルにするっていうやつなのよ。で、これがね、前行った焼肉屋さんでキノコナムルって出てきて、キノコナムルってすごい珍しいなと思って、これ今やってるのね。で、これを、入れたら、若干混ぜる。ね、若干混ぜた方が、火の通りが均一になるよね。若干混ぜると。で、これラップしたら、600ワット5分チンします。ね。茹でるとね、茹でたりすると、キノコの旨味も、消えちゃうので、焼きとかだったらまだいいんだけども、フライパン用意するも面倒なんで、600ワット5分。はい。で、5分やってる間に、片付けですね。料理は、洗い物までが料理。ね。私のね、チャンネルでも言われております。リュウジさんのおかげで料理するようになったのはいいんですけども、片付けしませんと。ダメです！片付けして！誰もやってくんないからね。俺の洗い方独特なんだけど。止めてる間に、全部ね、こうやって洗って、ね、洗って、で、最後に水をね、水で流すと。そういう風にやると、いいって。で、これちゃんとやっとく。ね。これちゃんとやっとかないと、僕が視聴者の皆さんに怒られちゃうからね。醤油で使ってるところって、職場とかでも全部元通り片付けますよね。同じですよっていうところ。ね。共有のものは片付けないと、でもなんか、やだとか、なっちゃう。こういう風に、こういうレンチンの間に、お片付けをしておくっていうのは、非常に大事なんですね。ダブル1個あってももう1個できるとしたら、何がいい？みんな。スープとかできたらいいか。副菜に、これさえあれば副菜は完璧。キノコのナムルとそのナムルを利用した中華スープみたいな。どうですか？いいですね。
スープ作りましょうか。できたナムルを流用させます。水、350で沸かしましょう。キノコの場合ね、結構香りあるからね、お酒もちょっと入れた方がいいな。お酒大さじ1杯入れるか。キノコのナムルが塩味とごま油味のものなので、スープの方は鶏ガラでいこうか。鶏ガラスープっての何でも使えるからね。はい、今お酒しか入れてません。小さじ1と半分の鶏ガラスープでーす。で、醤油も入れる。醤油小さじ1、甘みを小さじ2杯で、あとはスープベース作ったんで、赤ちゃん、キノコのナムルの赤ちゃん、あ、ちょっとなんでこんなにめちゃくちゃ厳重にやったの俺。みんなはね、この蒸気気をつけてね。あんまり下までこうやってやるとすごい熱い思いするよ。気をつけようね。作り置き前提なんで、作り置きをするためにもうナムル作っちゃいます。これ塩小さじ半分で、味の素6振り。あ、でね、結構酒飲みの味つけたから、なんかあんまり塩分取りたくない人は小さじ3分の1ぐらいにして、 1,2,3,4,5,6 の味の素です。うまみをね、キノコにはうまみ成分がね、ちょっと少ないので、味の素入れていきます。で、黒胡椒、これ表3倍あ、ちょっと待った、これ、ね、水気切んなきゃいけなかったんだ。どうしよっか、まだ混ぜ切ってないから。そう、あのまかないチャンネル、こういう失敗も見れるっていうね、すごいチャンネル。水気さ、スープに入れたら美味しくないね。スープに入れようよ。ちょっと流しちゃったけど、俺としたことが、ね、キノコだしをスープに入れます。で、ナムルにこの、あの、これがね、残っちゃうと結構、あの、ナムルにこの水気が残っちゃうと結構水っぽくなっちゃうから、これね、これね、ちょっとこう、あ、いいよいいよ、あ、いい、ちょっと手厚いけどいい、はい、こんな感じで水気を取ってください。すいませんね、皆さんね。はい、そしてごま油入れる前でよかったわ。で、ごま油大さじ1杯と小さじ1杯、えい、で、マジこれがね、うまいんですよ。あ、近くのね、焼肉屋さんにね、置いてあってね、すんごい塩濃くてうまかった。で、それを、丸パクリしました。ちょっとデフォルトだとちょっと強めの、うん、小さじ半分なんでね、ちょっと強めな味付けしてますけど、うん、強いね。うん、でね、水気取るの大事。ごま、あとね、見栄えがいいっていうのがある。で、いりごま、こうやって潰しながらやると香りが立つからね、やってみてください。はい、で、これでヘルシーなキノコナムル完成しました。このキノコを、まあ、4分の1ぐらい流用してスープ作る。比較できたナムルですけども。まあ、これはね、いつでも作り置きしておいて全然平気なんで。塩が結構入ってるからね。はい、4分の1ぐらい取ります。ね、あの、ごま油の香りってすごく鶏ガラスープと、相性が良くて、あとはキノコのスープも入ってます、ここにね。さっきの煮汁ね。ナムルはこんな感じで鳴らすと。はい、元通り。でも、ジャストアイディアなんですけども、片栗粉、まあ、小さじ1半ぐらい、だいたい大さじ1杯で混ぜて、これでとろみつけます。で、いい感じでとろみつけましたね。そしたらね、卵、はい、で、溶き卵になりました。こっちをこうやりながら、回しながら、糸を垂らすように卵を、やるとふわふわになります。ほら、この卵スープ、これで完成。ほら、どうですか奥さん、どうですか奥さん、どうですか、ね、スープめちゃくちゃうめえだ。はい、じゃあ2品できました。2品、まかない食べてください。
9ダメ。どっちから行った方が良いかあります？どっちでもいいよ。じゃあ、スープから吸っていきます、はい。ナムルを流用したスープ。はいはい。じゃあ、めっちゃ美味しい。うん、うまっ。うん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 。あ、うまいね、これ。うん。美味しい。めっちゃ美味しい。あ、最高。全然メインレシピでもいいな。うん、サンラーさんっぽい、ね。うん、めっちゃうまいな。うん、うまいね。人によってもうちょっとお酢足して。うん。あ、ラー油とか入れてもいいね。うん。うん、ラー油とかお酢とか入れても全然いい。うん、あ、うまい、うん、すんげーヘルシーだし、うん、これちなみにキノコの蒸し汁が入ってる、うん、から味が深い、うんうん、飲み焼き芋みたいな、うん、ね、麺とか入れても全然、うんうん、あとナムル、ナムルってございます。元のやつですか？元のやつ、これを作りたかった、本当。いただきます。お、うんうんうん、あ、うまっ。あー、うまい。うんうん、うん、これは、うん、美味しい。すげえシンプル、うん、うまいね、これは。うん、酒飲めんな。うん、うん、これ何にでもなりますね、うんうん、焼きそば焼いちゃってもいいし、パスタとか、うん、うん、うまいな。これ、罪悪感なく酒飲めていいな。うん、うん、マジで腹にたまらん。こういう副菜物欲しいって言われたらね、うんうん、いいじゃん。うん、作り置きのね、はい、これね、冷蔵庫で多分、3日か4日ぐらいは。おー、塩、塩分も結構効いてる。うん、うまいですね、これ。入れます。いいっすね。そう、意外といける。うん、これでもレンチンして調味料混ぜただけだから超簡単。うん、確かに。あまりにも簡単すぎるからスープも作った、まあ、ついに2品作ってしまうので、うん、どんどんマガネチャンネルレベルアップしてる。一回足したかったら、もう 元はこの味だから。お、家庭お助けレシピ。お助けじゃないかな。あとキノコはね、あの値段が、あの、この上がりづらい、うん、じゃあ通年、通年いける、うん、通年上がんない。2品どうでしょう？ナイスモーク、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 ぶっ刺さりですから。全然ご飯、ご飯でもいけるけど、いけるね。ちょっとチャーハンにしてもいいかも。ああ、まあまあ、絶対うまい、うん、っていうのもあるんで、うん、皆さん、ぜひこのキノコのナムル、あ、今作ったら名前ねえんだ、うん、キノコ卵酢、ぜひ